こういう形でセールスのステップ2つ用意するっていうのはお客さんにとっても、いいというか、あと自分にとっても、まあね、お客さんを取りこぼさないという形でいいので、ぜひこの戦略は使ってもらえたらなと思います。で、まあ、その無料レポート、ね、とか内容なんですけれども、無料レポートとは言いながらも内容はきちっとしたものを作る必要があります。ここで無料だからって言って適当なものでいいやっていうわけではないですね。無料だからこそ内容はしっかりしたもの、彼の場合はもう自分の教材の3割ぐらいは提供しています。でその後のメールマガもしっかりした内容のものですね、でここで手を抜いてしまう と、お客さんなんかあんまこの人大したことないなっていうふうに思ってしまうので、購入につながらないという形ですね。ですので結構ね、このコンテンツ持ってる方は結構自分のコンテンツを最初に出すって結構勇気いることだと思うんですね。結構ね怖いなと思うんですけれども、ある程度コンテンツを思い切って出した方がいいです、自分が思っている以上、それぐらいの方がお客さんは信頼をしてくれます、で、事例の2ということで、自宅で手作りバッグ販売して専業主婦の方もしている形で、この方もまあ専業主婦でね、バッグを作ってたんですけれども、この方の場合はね、その、バッグの場合だとなかなかお客さんは値段は捨ててくれないです。でこの方のバッグは結構いい値段で販売してます。大体、手作りのバッグなんですが、まあ、1万5千とか2万円ぐらいですねで販売したりしてます、で、結構なんで普通のねそういうバッグが主婦が作ったバッグが売れるのかというと、これも、ターゲットですね、コンセプトがしっかりしてるかという形になります。でこの方のコンセプトは何かというと、誰に売るのかというところで、お受験を控えた子供を持ったお母さんに売ってるという形ですね、小学校とか幼稚園とかのお受験ですね、そういった方向けの手作りのバッグを販売してる形です。で何を売るのかというところで、そのお受験の面接とかに使える手作りのバッグですね、結構ねお受験とかあとは面接で既製品はあんまり良くないらしいんですね。で当然ああいうお受験っていうのは両親も見られるんで、お父さんお母さんも見られるんですけども、ちゃんとお母さんが、子供のために、商品バッグとか作ったりするっていうのはすごくポイントが高くなるんですね。でそのために、ただそうは言ってもね、全員が全員バッグ作れるわけじゃないので、そういった作れない方のために、手作りに見える、実際手作りなんで手作りのバッグを、販売してる。あと強みとしては他でないんですよ、このスモッキング刺繍っていうのが、実際です。あとオーダーメイドでも作ってるんですけれども、このスモッキング刺繍っていうのは結構普通のね、人にはなかなか作れない刺繍なんですけれども、この方のサイトも。こういうバッグですね。こういうバッグ。ここがスモッキング刺繍っていう部分なんですけれども、こういうサイトで、収録します。で、この方の場合はね、この方は結構パソコンが苦手な方で、ほぼパソコンできないんです。こういうホームページも自分で作ってないです。全部人にもう依頼しちゃってやってるんですけれども、ただね、皆さんの中でもホームページ依頼してって思ってる方もいるとは思うんですけれども、いたずらに依頼するだけではウェブページはできないので、それは注意してください。きちっと大事なのはやっぱりコピーライティングというか、コピーライティングなんですけど、この文章とか構成とかですね、そこがすごく大事なので、いたずらになんか綺麗なデザイン、ね、デザイナーが、好きそう な, なんかフラッシュをいっぱい使ってなんかすごい派手な、ねページ作ったからといって売れるものではないです。そこは注意してください。で大事なのはコピーライティングですね、で、この方はもともと結構一番もともとはね、最初ヤフオクで結構やってたんですよ。ヤフオクでやってたんで、このバッグとか売ってた、今もちょっと売ったりはしてるんですけれども、ヤフオクで売ってたんで、結構ね、そういう、なんか、人が、どういうもので反応するのかっていうのをね、キーワード、どういうキーワードで反応するのかって、結構ね、自分の中で培ったものがあったんで、結構、サイト作るときとかも、その辺のセンスが生かされてる。ですんで、そう、自分のね、商品なんか売ってみたいなと思ってる方はね、ヤフオクでまず売るのは結構いいです。特に安い商品、例えばなんかコンテンツ持ってる人は
コンテンツをね教材にしたりとかっていう形で売る場合もヤフオクでまず売ってみるっていうのは結構ね一つすごくテストになると思います、はい、でどこでどういうふうに反応するのかっていうのが分かるんで、うん、で、このですね、でこの方の集客、まあ、この方だから、まあね、結構ねインターネットで集客っていうまあインターネットで集客の部分もあるんですけれども結構オフラインの集客っていうかリピーターとかがすごく強いです、まあ、今ヤフオクで集客してるのは安い商品をヤフオクに出してそこに自分のホームページのリンクを貼ってそこから、自分の商品に、さらに購入してもらうっていう引っ張り方ですね、だからヤフオクも結構バカにならないのでヤフオクはねもう何がいいってもう買いたい人がやっぱ集まってるんですね商品をみんな探しに来てるんでそこに出品する。ただまあちょっと難点ヤフオクの場合だと安いものを探しに来てる人が多いんですね。そこがちょっと難点ではあるんですけれども、まあジャンルによってはそのねあまり市場にないものを探しに来てるっていう方も高くてもいいから買いたいっていう人も、中にはいると思うんですが、映像結構ね、まあ安いものを探しに来てる方は多いんで、そこはちょっと注意したいです。ただまあそういう形でアクセスを引っ張ってくるっていう意味ではヤフオクもまだ全然使えてます。であとはオンラインのオフラインの方なんですけど、まあ、口コミですね、今まで購入してくれた方に、再度、買ったの、まあ、リピーターですねとか紹介してもらったりとかっていう形です、で、結構ね一度買った方がリピートで再度買うのがこの辺の場合 80% ぐらいあってねすごくお客さんのフォローすごくね丁寧にされてる方なんですよね。ですのでそこでやっぱり再度リピートの購入につながって、であとまあお受験に合格したお母さんからの紹介とかですね、そのお母さんが合格してないときは紹介してくれないらしいんですけど、合格したら紹介してくれるらしいので、なかなかねやっぱり同じバッグ持ってるとね同じでそれで面接の時も同じだとちょっとさすがにね気まずいものがあるみたいなので、合格したら紹介してくれるらしいんですけど、そういう形で、だからその口コミとかリピーターをちゃんと作る仕掛けをちゃんと作っておかないといけないですね。これを結構皆さんこれやるだけで売り上げ上がるとね世の中にたくさんいます。リピーターをちゃんと作るだけで、顧客フォローちゃんとやるだけで、ね、お客さんでやっぱりネット使ってやるのであればやっぱりやっぱメールをちゃんと作るべきですよね、コストがやっぱり一番かからないし、メールの配信ソフト、まあ、うちでもやってますけど、まあ、いろんなところで出してますメールの配信ソフトですね、あれでやっぱり顧客フォローっていうのはね一度、自分と接点を持ってくれたお客さんにはきちっとフォローする。である程度フォローはそのステップメールとかステップメールって分かりますかね、メール自動で何通かもう自動で送れるようになるんです、まあ送る人はもうすごく、20通30通って送るんですけども、とりあえずねコンタクト取った人にはまあ最低どうですかね、私たちの場合は、購入してくれた商品買ってくれた人にはまあちょっとこれ書いてなかったんですけど、これは21日間の顧客感動プログラムっていうのをやってまして、お客さんが買ってくれたら21日間をもう自動でメールでフォローするようにシステムを作ってるんですね。で最低3回アクションするコンタクトする必要があります。1回買ってくれた人に最低3回ですね、ありがとうございましたって言って、何かご質問とかないですかとか、であと、結構喜ばれるのがやっぱサプライズのプレゼントですよね、実はこういうもの差し上げますみたいな形でお客さんに言ってなかったけどっていうようなプレゼントを与えるという、この女性の方もそれがあって、まあ、商品こういう形で買ってくれた方にはなんかねティッシュケースであるとかなんかちっちゃいハンカチであるとかそういったのをねその子の名前子供の名前入りであげたりとかするんですよね、プレゼント。そういうちょっとした心遣いでファンになってくる、そこのファン作りっていうのを、やっていくと、ね、リピート率が高くなってきたりとか、ね、紹介をしてもらえやすくなったりとか。